Hello guys, today I'm going to show you the gameplay of the Ghost of Tsushima for the Steam Deck. This is the Steam version. I'm also using the Steam Deck LCD. So for my display, here is my settings. So full screen, 1280x800, 16x10, the aspect ratio. V-Sync is off. Then for my upscale method, it's AMD FSR 3.0. Upscale quality at quality. Then dynamic resolution scaling off. Frame generation 3 enabled. It's on. So for my graphics, it's at low. So everything at low. Except this depth of field, which is at very low. The screen space reflections and the screen space shadows both off, and also the ambient occlusion is also off. Then for the bloom, vignette and water caustics, they are all on. So let's play the game. With these settings, I'm mostly having my FSR at 50 to 60, and mostly it's at 60, as you can see in this video.
先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な居より。跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しとるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。もうこまどうする。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べる。
米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。血の跡わずかだが死者はおらぬな。どうなっても、巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器、たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。それでは近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ、話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておく。手前にある灯籠を狙ってみろ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。集中せんか。今のは肩鳴らし。やはり早まったかね。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを潜んじるという言葉があるぞ。ではどうしようと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつける。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。開きます。わしの合図を待て。
おい、腕を切っちゃ反対。どうしよう。